あ四402回目入ります。待ってます。ね一年ペースですね。うん。初やね、私が、ドラさんでは。ね、100回ペース。ドラさんで最多です、私。お、似顔絵描いてからお風呂入った。<laughs> 365日なんですよって。えっと、ありがとう。南原公園、ありがとうございます。 ね、ほんまになんか配慮してその前田玲子さんの名前とかはか全部隠してくれてたんで大丈夫でしただし今日あのお母さんとあのお兄が見に来てくれててなので2人が持って帰ってきてくれました来 h メンバーでも上位の出演回数かなえっ、ー、どうなんやろうねどうなんだろうかうんナッシーも帰宅 <laughs> シアターの女神配信見てたお腹すいてるんだおいな <laughs> 美味しいです公演頑張った後あとんかめっちゃめっちゃ来たうかさんからなんかめっちゃ来てんけどなんかめっちゃ見ういなあとで見よう鬼のしめそんなの多分作らんタイプなんで鬼 <laughs> 在大壁中に1000回1000回かちょっと厳しいなそうカレー飯 そうね、お母さんとお兄ちゃんに会えた会えたってことそうですね石田さんですね950何回とかじゃなかったっけそう記念日に見に来てくれました緊張いや緊張せんけど恥ずかしい何バラエティーやか余計恥ずかしかったなんか M こいとつとかやったまだ別にさそんなボケようとかさ頑張ろうとか思わなくていいけどさなんかそんなさボケ必死にさ ボケてる姿を家族に見せるってちょっと恥ずかしかったな, <laughs> なんかモル…なんかなる写真が送られてきた気がするありがとううん。<laughs> モルカツこじりんみーちゃん…そう なんばらちゃんがあの小島さんんんとね未来ちゃんだったんですよもうこんななんか伝説の回ほんで初日若菜でしょこんな回あるって <laughs> 誰かなんか発表あるんちゃうみたいなぐらいすごいメンバーでね今日はさせてもらったんですけどあの本当にただ単にそのまあ未来ちゃんも説明してたけど卒業までにかりんさんと。 一緒に出たいって言ってくれてあじゃあもうちょうどいいやー言うてでもうすぐ決まりましたね <laughs> <laughs> なんばら南原さん確かに復讐されたあの全然もうむしろあの全然大丈夫だからねって言ってくれました優しいですねさすがキャプテンですフルントの公園にそうだね確かに 前の方で踊ってる姿を見てもらえるの嬉しいですね <laughs> 贅沢でしたね使い方がねあと役ありがとう若手メンバーかいやそうじゃないんだよだからこそやっぱナンバライティって面白いでしょ <laughs> あら入場権利持って帰りましたって。マイクないの <laughs> そうめっちゃ言った反省する気が一切ない。<laughs> 面白かった <laughs> そうお手伝いめっちゃしてくれたよ ミラコの苦情ーーナーそうそうそう苦情コーナーということで <laughs> 正面来ること多かったようなあ本当ですかありがとう南原さん一周回ってなんじゃ紙コップほんまにお母さんも,おもそこ面白かったって言ってくれたわ出てきたなんかびっくりしたほやほやな揃ってたほんまに うん、そう全然若手じゃないそう本編にもね是非先輩メンバーにも出てほしいですうんそう何倍のアンチュさんのバックダンサーそう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 いう感じですよはて役ありがと言うとギネスはそうですね月1ぐらいかなで多分やっていくと思いますねえほんと卒業しないでほしいよ未来ちゃんは一生いてほしいほんまにライちゃんがおるおらんれは連然違うからなんか あの今日ねエンジンでいつも南原ちゃんもエンジン参加するんですけどいつもはまあ台本自体いっぱい役割があるからそのエンジンは「南バラエティー公演」の時長いっちゃ長いねんけど、まあ、45分ぐらい長くてなんですけど今日は未来ちゃんが入ったことによって8分ぐらいのエンジンでした <laughs> めっちゃ長かったでもそれが M は別に普通やから 何とも思わんけどやっぱ N 面とか B2 面からしたらまだってなったんって思ったんかなどうなんやろうこちらからしたら普通やからさ <laughs> 本当に2年後なそう未来ちゃんはね一人置いてほしいよ横毛いい感じもうあの汗で取れちゃったけどそうめっちゃうまくいってん今日こっち。<laughs> そう8分でそれをちゃんと私は収めたので携帯にいつかまたあげれたらなって思います <laughs> 原さんは確かに M の時はなんかもう聞いてないです未来ちゃんのこと <laughs> もうどなんか「早せな早せな」って感じそうまだましいつも10分ぐらいから M は <laughs> スタイルレベルうっそ にでも最近ちょっとダイエットしてちょっと前よりは痩せたからあの独占権の衣装ねあれヨキリンさんの衣装やんかヨキリンさんってゴリ細いやんかだからもういっつもね頑張ってきてるんですけど今日は比較的スッと入ったのであダイエット成功したよっしゃーって <laughs> なりましたいが若菜ちゃんショーールム登場そうそういえばショールームしてる言ってたなと思って。 足まためっちゃ細くなったうっそう本当に全然マッサージもう着圧だけかなうんあんまりちょっと筋肉ほぐすぐらいでハップのフル尺乗のせるために YouTube のデビューしようかな変に変に可愛かなかった本当に配信でおしゃれにいたかわいこちゃんが最近気になってますあらあられ衣子ちゃんですよえー、もう本当にそう もうほう抜ってなるんですなるんですよ。ファサファサ直すとこし、あ、そうファサファサ今日はちゃんとあの気づいて直せました。<laughs> 対極の細、<laughs> 対極やな確かに。いやマジ細いんですよゆきりんさんでウエスト細いって結構有名。ファンの方の間でも結構言われてたじゃないですかウエストがもう異次元みたいな。私もそれ知ってて入るかなと思って。なんか今まではもう お願いしますつって気合い入れて来てたんですけど今日は、うん、大丈夫でした <laughs> そうそうなのヒールもなんかもうこんなんやしほんでもう線やしこの指よりほ細いんですよヒールがねなんかもうほんまにねいつもこけへんかなっていうヒヤヒヤしながら踊ってます「400アピール全力でたまに400ん 4400になってたあっ <laughs> ほんまに全然気づいてなかったいやどうやろうな骨格にもよると思う私はコジリンさんと同じ骨格やから多分比較的スッと入るんやけど多分ゆケリンさんと骨格が違うからちょっとあれなんかもしれんなうんああ <laughs> 詰め物必要そうピンヒールすぎる内臓がそう一部ない <laughs> シャドーボクシングできたのそうなのそうりやでマジでさせるで人あれでつま <laughs> 先立ちそうなんよ左腕のとこあそうちょっとね今ずっとかぶれててでも全然大丈夫大丈夫だよそう骨格が一緒って言われてあの石尾さんに小島さんとだから小島さんの衣装を着ることが多くて今まで <laughs> 怖いこと言わんといてお疲れいやお願いします刺されたい人もしかしてそんな人いたのウフンああ序骨抜いてんちゃんいやほんまによもう異次元やから YouTube のフィッティング動画の時にウエストさらに絞ってるうーん もうあれ以上絞ったほんまなくなりますね姉さんって感じですよね何食べてるのカレーメッシュを食べていますそうほんまに自分でももうよくそのヒールで踊れてるなってそうかぶれてんのよそうなの頭の曲の衣装あーねあね露出高いやつねあめコみ衣装ほんとに細いよねみんなハリーチリオの代わり ハニーちゃんそうだね、ほんとだね。まあでも今リハビリ頑張ってるので、もうちょっと気長に。わ、なんか、なんかすごいの来たぞ。なんだこれ。えー、タカさん、何リラックマタワーってのこれ。えー、ありがとう。すげえ、めっちゃかわいいんだけど、こんなのあるんだね。わー、ありがとう。ほんとにありがとう。すごい。 ヒール踏まれて足の指もげたええー、怖いエピソード普段外歩いててもつまずくのに驚なんでいやもうほんとにマジでヒヤヒヤしてます公式の公演前のナンバラの時は衣装少なさにいやほんとに少ないよねマジ寒いのだから夏はいいけどね「四百0万円とありがとう記念ありがとう今日こう晴れててちゃんと分かったよ」 なんでやねんのフリーでセリフ言う二人が見えてるんですっけそうなんか、いろんな角度から見たいなと思って <laughs> 記念タワー的なスカートいいお顔で <laughs> 覗いてましたねってえらいかい二十六お夜声待ってますひねらないように気をつけるねありがとう あ、DMM で見てた観覧さ気をつけてありがとうねカレイ飯美味しいめっちゃ美味しいこんばんはお疲れ様に、ね、言ありがとうカレイ飯、最近初めて食べてで、うん美味しいってなって、で今日はなんかお兄がシーフードが美味しいって言ってたからなんかシーフードにしました マカポン星座したえー、どうなんやろうしたんかなフルーツパフェ側やってるのなそうだからそわそわしたって言ってましたお越し買い当たりましたありがとう待ってるね昨日の公園やすぎてやばいねそうだね食べてみうんカレーメシ美味しい 楽しかった引きっかけのあり、最後やって、ああ、よかった。よかった。うん。ずっと握手会で何話すか考えて乗り切ったら、<laughs> いっぱい話すことあるから、いっぱい話そう。あ予定が来ました。明日の予定が。<laughs> 明日の予定ちょっと見ていいですかすいません、恒例のね。はど0くありがとう。ちょっと明日の予定を見ます。じゃあ、ちょっと見る前に。 あのちょっとコメントをざっと返します <laughs> 男って感じよねってカレー飯確かにシーフードも美味しいかめでたありがとうそうねっとり感わかるああ盛り付けで正座してるそうそうそう混ぜカレーみたいなやつ投げキスあそうなんやあしてたってそうそうそうもう本当にご飯をぶち込んだやつみたいな林も美味しいへえそう美味しいシーフードのカレー飯 ノスタ、いけてないな。<laughs> <laughs> よし、じゃ、見ますね。ちょっと待ってな、今までの通知が。今までの通知が、よし。うんと、はいはい、明日は、そうなん。え<っ>。あら、大変ね。はいはいはい。はい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 。

うんとはあなるほどね明日はそんな感じではいはいはい、はい、ほんでじゃあちょっとあの週の予定も見ますねで明日が明日がそうだこいつが2回あるんだねであ28はね特別公演ですねううんん で、この日が。あの日があれか。ええー、と。うんうんうん。あ、ないんやええー。はい、わかりました。ありがとうございました。ありがとうございます。<laughs> そうこの時間に明日のが来ましたはいありがとうございましたうん明日の深夜そう汗かき NMB そうだ陰よりついてもしとかなきゃ明日見てください汗かき NMB 地上波ですぜひ体張ってます

あみんなありがとう録画嬉しいありがとねーうかとのモルカツどやっためっちゃ楽しかったですもう超楽しかったうかさんは野菜販売モルカーが好きなんですけど野菜販売モルカーってちょっと今のとこあんまり人気がなくてあのグッズとか一個一切なってないんですよだから 今までその野菜販売モルカーに出会ったことがなくてウーカさんはでやっとあのジ,オジオラマみたいなのがあるんですけどそこに野菜販売モルカーもいたんですよで私が「野菜販売モルカーあのいるみたいなんでやっと会えますよ」みたいなの言っててもっともっとほんでもうついにこうね推しメとご対面されてもうすっごいあの喜んではって「写真撮って」言うてツーショットをこうやってパシャ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 。 いいっぱい取りまして私が。<laughs> って感じで2人ともあのー、楽しんでましたそうずっと好きなのを野菜甘いもるか <laughs> そうなんですよそうまだずわさびとかも緑やんか色が。でもわ 何出る話えっとね「汗かけ NMB」っていう番組に明日出るので深夜なんですけどっていう載せてたのいろいろ込みはいや間違いないね武蔵大満足その写真見たすぎるんやけどいつかウーカさんがあげるかもねその写真をコンビ名はなんか浮かれいですね 決まりまりしたコンビ名がこの前ラジオ一緒にした時に浮かれ行ってモルカイのてレいちゃんは毛がない <laughs> 満面の笑みも楽しかったんだよ本当にそうただの緑じゃダメみたいでカンテレそう <laughs> 食事中3チームのバトルテンテンいいよねトントンとテンテン可愛いよねうん t v ー r ーで見るありがとう多分見れると思いますよ うん、ティーバーで見るって書いてくれてるから3秒の動画そう3秒でさもう分かるよねうれしそうにしてるのが <laughs> すごい予約しましたありがとう関西圏以外の人も多分放送自体はリアルタイムでは多分見られないんだと思うんだけど TVer とかでやると思うからそうね平山枝だね <laughs> v パズのことも「<laughs> 教えて」って私に教えられることがあれば。 もうなんなりとあ、予約しましたありがとうカンテレさんそうありがたいですそう一時間もあるのめっちゃあっていろんなコーナーみたいなんがそうなんで盛りだくさんですどんだけ使われてるかな私のちょっと私もドキドキしながらみたいですねもう楽しみですお屋台できそうそうでもね次の日が昼夜だからしかも もう何1ヶ月半ぐらい2ヶ月近く久しぶりのポジションだから M がもう何も覚えてないからやばいのでも明日一日中リハあるからちょっとやばいやばいですねちょっとやばいですうんアンドも出てるようん10回ぐらいループしちゃう そうティーバで見れると思う3秒で分かるが本当に3秒だ <laughs> そうでしょそうなんですようんやつおナンバー楽しかったありがとうあらこの間までおな行いったのにっう芸人さんもすごく豪華でもうすごく面白かったですそうあの人が M にねようやく帰ってきてくれるのでそう実況へさんぽじやったから いや意外と忘れてるもんなのよ久しぶりにテレビでレコちゃん見れるの嬉しいってそう久しぶりにまたね出演させてもらうので楽しみにしててねうんかの舞た見に行くから声をあらいや全然もう見に行ってくださいますしそれは俺はそれは。 センターのジャンジャン真ん中で見れて。あ、そうだね。確かに位置的にもめっちゃいいとこだったもんね。よかった、それなら。ね、NMB のバラエティー力がいい感じにね、広まって。ね、編集もいい感じにしていただいて。一応レギュラー、本当にそうなんです。あ <laughs>、芸人復活したかと思った。おしがおすべりするとこは見たくない。今からか、あ、 でもね違う意味で私滑るかもそれがあのちゃんとカットされてなければ違う意味で私が滑ってる姿が見られるかもしれません <laughs> お楽しみに <laughs>、ね、こお米はね一粒も残さずごちそうさまでした 美味しかった、うん、そう物理的にまあまあまあそれがどういうことなのかはあのー、いや転んだとかじゃなくてまあ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 でもそれがカットあのされてなければいいんですけどお楽しみということで。 京丹さんあっフ <laughs> おそばさまでしたあれ作ってくれたもしかして <laughs> 公園コンパラフルでめちゃくちゃ元気もらえたわあ嬉しいありがとうありがとうまあまあまあ明日楽しみにしててくださいふう そんなこんななこででご飯を食べ終終わわりましたので <laughs> 今日はちょっとね明日も朝からいろいろと忙しいっていうかちょっとね明日の練習とかもしないといけないので頑張ります。ということで改めて、えー、劇場公演400回出演回数迎えましたもうこうやってね迎えられたのも皆さんがこう支えてくれて応援してくれた。 応援してくれたからこそ今400回立ててます私は本当に何回心が折れそうになった時ももう何回あったかって感じですけどそれを立て直してくれたのは皆さんのおかげでこうやってもう400回向かれたのも皆さんのおかげなのでこれからもたくさんねあの公演に出演して英語ちゃんがいると安心って言ってもらえるように頑張りたいと思いますありがとうございます <laughs> ありがとう。ということで、えっ、ー、とー順位を発表したいと思います。行きまーす。13位弟子こっこさん、弟子こさんか、弟子こさんありがとうございます。12位しんさんありがとうございます。11位リコありがとうございます。10位林ありがとうございます。9位がレいなありがとうございます。 8位が伊藤ちゃんありがとうございます7位が愛花ちゃんありがとうございます6位が坂さ,さんありがとうございます5位がつれ,れさんありがとうございます4位が久男さ,さんありがとうございます3位が野原真之介の輔さんありがとうございます2位が安兵衛さんありがとうございますそして1位はこんな可愛いリラックマのタワーをくれたタカさんでしたありがとうございましたありがとうそれでは明日も 頑張ってきますそう明日はね頑張ったら夜にちょっと楽しみなことがあるのでそれに向けて頑張っていきたいと思いますじゃあまたおやすみなさい次は明後日の2階公演でお会いしましょうありがとうございましたバイバーイ